はい、皆さん大変お待たせしました。週明け特番地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンド特集1日目&2日目全4試合、やや速報ダイジェストですね。そうですね、ギリギリ間に合いました、はい、3日目の日曜日の前日土曜日の夜に、大会1日目の2試合と2日目の2試合を特番でお送りします。はい、合計4試合のみお送りします。はい、まず自己紹介から。私週明けイレブンというサッカー番組で MC をやっております大人参謀長です。そして私と一緒に進行する方はですね、このダイジェスト動画を4本徹夜で作り切った男、どうぞ自己紹介を。ラテルです。ラテルさんです。はい、私と一緒にね、初日から1日目からずっと JBH 来ておりまして、はいはい、なんか大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですね。はい、はい、で今画面で見ていただいているのが出場チームの、はい、簡単なプロフィールで、うん、今シーズンのリーグ地域リーグの東北リーグとか北信越リーグの、うん、成績とね、簡単でございますが、はい、クラブのエンブレム、うん、ね、この4チームですというね。はいはい、でですね、大会日程ですね、うん、決勝ラウンドは20日から水曜日から午前10時45分が第1試合、午後10時13時半が第2試合という、はい、この6試合が組まれておりまして、うん、そのうちの22日の4までの4試合が終わっておりますということで、はい、では早速いきます。早速11月20日第1試合10時45分キックオフ、いわき FC 対高知ユナイテッド見ましょう。はい、開幕。背番号5ベルデ・ロドリゲス。はい、おっと、もう選手に言うとですね、今バスケスバイロン選手があって、ね、はい、最初エンジンを組んだのがコーチユナイテッド、ね、はい、チームユニフォーム白アウェーユニですね、いわき、はい、ね、コーチ対コーチ、まあ、いわき対コーチ、いいお天気でこの日。そうですね、この日は私もこの午前中はポカポカだったなっていう、ね、うん、暖かかったですね。はい、はい、先頭はキャプテンの横竹選手ですかね、うん、キャプテンですよね。キャプテンです。はい、はい、もう長くコーチでプレーしている。そうですね、もう4シーズンぐらいですよね、はい、確かね。さあ前半キックオフ見ましょう。はい、どんなゲームだったかな。うん、スタメンを軽く見ますか。はい、いわきの方からゴールキーパーは坂田選手、そしてディフェンダーが3バック、安田選手、ウェズレ・ロドリゲス、マスーザキ、大吾選手ね。中盤アンカーね、キャプテン8番日高選手と前田選手かな、前田選手中央がね、うん、そうですね。で、ワイドがキムデ選手と山下選手、24番の山下選手、はい、そして3トップ、赤星、平岡、バスケス、バイロン、うん、これいわき、ね、いわきです、うん、今どんな展開ですか、これ前半。前半は、まあ、結構拮抗した、うんうんうん、展開だったと思いますね。私の印象ではややコーチの方がちょっとこう、うん、試合を動かせてる、うんうん、コシペースかなと思って見てたんですかね。はい、何せいわき FC 初めてチャンピオンズリーグ出場してね、1次ラウンド首位突破してこの J ビレッジにやってきて、うん、第1試合でね、若さあふれる伸び伸びと、まあ、ただね、両方とも両チームとも初戦ですからね、ね、うん、硬さがもうちょっとあるかなと思ったけど、うん、そんなにはね、うん、両チームとも自分たちらしさを出し、うん、おっとファンブルかな、ちょっと大丈夫、この流れで、
コーチのゴールキーパーからささっと読みましょうか、私。あ、そうですね。はい、どうぞ、ラズさん、気になるシーンあったら言ってください。これ、前田選手、中央、バスケスだ。バスケス入りますね。これが。ちゃんと当たってなかった。踏ん張ってなかったのかな。音の参謀長、ずっと予選ラウンドの1次ラウンドからずっと追いかけてバスケスでしたね。ファーストシュートというかね、決定機、最初のシュートでしたね。ちょっとこれも見ましょう。9番、赤星選手、大会でもうゴール量産してますよ。これ惜しかった。おい、今何ですか、キーパーの頭ヘディング的なクリアですか。不正で、それがポストに当たって跳ね返ってきて、うん、さあ、左からの展開、崩し、はい、バスケス、バスケス、うまい。これはいや、これニアサイドかな、惜しかったですね。キーパーちゃんとコース切ってて、ね、はい、まだゲーム続いてますね。続いてるけど、まあ来た。さあ、コーチのスタメンが紹介できないほど試合展開が早い。またバスケス左からクロス入れろと、これはちょっと。さあ、今言います、更新になっていて、ゴールキーパー奥田選手、ディフェンダー藤崎選手、玉川選手、山下選手、平田選手、フォーバック、中盤田口パックでいいですね。キャプテン横竹、背番号10番村上選手、中盤4-4-2で2トップが長尾選手と前原選手。前半終了0-0。まあいい勝負ですよ。さあ本当にいい勝負ね。硬、はい、いですね、選手たちの表情も、ね、まあ ね、まだこの大会の雰囲気にまだ慣れてないというか。さあこちらですね、ちょっと前半の出来どうなんだって言って、緊急、うん、コーチ陣が緊急、うん、ロッカールームに戻らずにミーティングしてるというね。なぜあんなことしてたんですかってことは、私が岩城の様の監督に試合後聞いてみましたので、後ほどね聞いてください。これは映ってないぞ。さあ こんな場面に、おっと、さあ、おっと、奪った。これはバスケスか。これは早い。今のはファールですね。カード、カードですね。このカード1枚目ですね。村上選手、はい、背番号13番の村上選手にイエロー1枚出ました。左スペースで、これはね、本当にいいシュート。いやー、1次ラウンドの時もそうですけど、この決勝ラウンドの日高選手の存在感というかね、輝いてましたね、うん。さあ、日高選手の縦パスからコンビネーション、いいですよ、いいっすよ、バスケス選手らしいですよ。これが、うん、せいで、いや、そこのクリア、エディングが厳しかった。おー、外、これ折り返して入った。うわー、これ見事、もうサイドに振って振って真ん中に戻して、何でしょう、背番号9番赤星選手、いたぶるだけいたぶってこう仕留める、うん。後半の14分ですね、うん、あ、別カメラ、そうなんですよ、うい、入ったね、まるでピンポンね、トントントン。やっぱりこの時コーチの選手はちょっとショックを受けてた気がします。そうですね、はい、で1分後です、後半15分、これリスタートして1分後、早い、ここをフリーにしてしまって、ちょっとゴール前の混戦、これも別カメラあります、あります。さあ、あったと、メインから見るとこの映像です。ゴール決めたの、また連続ゴール、1分後に赤星選手2点目。おっと来た、見てください、よく見てください、マルセル・ルーレ転んだ、浮き球詰めてると、うん、その赤星選手の前にボールが来るというね。そうですね、うん、ストライカーってそういうことですね、うん、まあ、そうですね、うん。さあ続けて岩城の攻撃、この選手交代して入ってきた23番、吉田選手ですね、はい、いい、バスケス選手がファーサイド待ってたところを、もうそれはもう入れてくださいというね、教科書通りの崩しっていうね、まあ、とどめですね、グランダーのファーサイドへの流しでね、ディフェンダーが戻りきれてないですからね、うん、これ今多分カウンターをね、こちらカウンターを食らったっていうシーンですね。今大会、まあ、我々主役イレブン別カメラ合計3台用意して、あ、バスケ選手のドリブル突破、1人で行くのかな、仲間を使う、上げて、上げて、おっとパーでしょこれは、おっと寝返りが、やっぱ繋がれる、やっぱこの辺、やっぱいわき拾えてますね。そうですね、セカンドボールをやっぱ拾える中盤のね、はい、いわきの良さがね、
まあ、1次ラウンドに引き続き出てましたね、一応戦もね。まあ、3点リードですからね。さあコーチ1点返してきて、おっとこれトリックプレー、トリックだ、おっとやると思った。さあ坂本選手大好き、冷静にいいパッチングですね、うん、スローイングの面白いトリックでしたけど ね、おっておっってなんかこうちょっとね、うん、まあ、練習したんでしょうね、あれはね。で、相手選手がこう、うん、あ、これで終わりですか。これで試合終了でございます、はい、初戦いわき FC 3-0、はい、お見事です。先にね、まあ、水曜日の午前中なのに500人以上いらしてました。3取れましたが、その気持ちはいかがですか。まあ、勝ち点3は取れたんですけど、本当次節とかがすごい大事になってくるので、次に切り替えて次の勝ち点3を狙いに行って。改めて、そうです、あの勝ちましたが、率直な今のお気持ちを教えてください。そうですね、やっぱり前半は少し全体的に、まあ、ちょっと硬かったかなっていう、その思ったんですけど、やっぱり 0-0 でいったことで、まあ、後半は相手も落ちて、まあ、自分たちは焦らずに、まあ、チャンスは来ると思ってたので、本当にあのしっかりあの1点目、2点目ってこう決めて、相手に飲み込めたので、良かったと思います。惜しいですか。あの、ね、自分にはこう前半から結構シュートチャンスがありながらも、まあ、すごいあの枠外にシュートを外してて、まあ、後半もチャンスは来ると思ってたので、あれは本当にほぼ吉田選手のゴールで自分は仕込むだけでした。はい、大事な初戦、あの勝つことができましたが、あの今のお気持ちを教えてください。まあ、そうですね、まあ、初戦勝つことができたら大きかったと思うので、まあ、あの前半硬かったですけれども、あの、まあ、なんとか3対0で勝ったのは良かったなと思います。まあ、あの本当にあの、やっぱりあの J ビレッジということで、あのいわきの方々たち、まあ、福島の方も含めてあのたくさん来ていただいたのはすごく本当に選手は勇気もらいましたし、あの間違いなくあのホームの雰囲気を作っていただいて本当に感謝しています。まあ、やっぱり選手はそういう雰囲気っていうのはすごく感じますし、あの選手は本当に心強かったんじゃないかなというふうに思います。あえて今日の試合課題があるとしたらどういうところがあると思いますか。課題を挙げるとしたらいろんなことがあると思いますけれども、この大会では初参加なんですけれども、いろんなことを計算してもちょっと難しいかなというふうに思ってまして、どっちかっていうと選手を思いっきりやらせる、選手のメンタル的なことだったりとか、そのコンディションのところをクリアにして、いかに選手をここにいい気持ちでいい気分でプレーさせる、どっちかというと難しいかもしれないけど楽しませてあげるっていう方が大事かなと思ってるんで、僕はどっちかというとそっちの方をケアしてるんで、まあ引き続きそういうマネジメントしていきたいなと思います。悔しいですね、あの大事な初戦で、まあどっちが先制点を取るかで試合の流れが変わってくる展開だったんですけど、特に2失点目、3失点目は畳みかけられたなっていう印象ですね。まだチャンスはあるので、残り2日、優勝すれば昇格はできると思うので、自分たちを信じてやり抜きたいと思います。きつ抗した試合の中で先制された時に僕らが少し後ろ向きになったことで、こういう結果につながったと思います。まあ、やっぱ前半やってることと相手が修正してきて、それをまた僕らが対応してっていうやり合いの中で取られた後に、多少僕らが後ろに調子を持って、やっぱ内容もねそうなんですけど、やっぱりチャンピオンズリーグのとこはやっぱり三失点のところをやっぱり、どう、しっかり決めるかっていうのはしっかり修正して次の大会になる。やっぱりこの球際とかね、組んでやっぱり相手が積みがあるっていうのは分かってたことなんで、しっかりやっぱりもう一回全体で意識するところからやっていきたいな。
なと思います。中辻誠。特にその相手の強さだったり高さについてはどのような対策を今日考えていますか。まあフィジカル対決そのままマンツーマンな形にするんじゃなくて、ちょっとやっぱり立ち位置を取ってみたり、数的優位を作るっていうところをトライしてやりました。前半はできてたと思うんですけども、後半それが崩れた理由は何でしょうか。まあでもやっぱり失点のとこですね、1点目の、でやっぱりああいうところでこう強気でもう一個こうできると、また自分たちの流れになったと思うんですけど、やっぱり 0-1 のところでいかにこう辛抱強くやるかっていうところも一つかなと思います。田村さん、すぐロッカー帰らないでコーチ陣とちょっと難しい顔してボードいじってたじゃないですか、はい、正直納得、ちょっとこう言われてねえぞっていう。いや、まあそれボランチのとこだけですね。ただその他のスタッフはまあいろいろここはこうでこうでいろいろ言ってましたよね。いろいろ言ってたんですけど、僕はどっちかというとでもこれ初戦だと、初戦の入りはこんなもんだよ誰でもと。だからみんなが負けちゃいけないからどうしてもやっぱここに後ろが重くなっちゃうし、前に行きたいんだけど大事に大事にしてるからちょっと縮こまったりプレーしちゃうから、まあそれは仕方ないんじゃないと。それをもっとお前ら全然ダメだって言っても入んないから、ね、入らないからっていう意味ですよね。ハーフタイムにそのもっと解放させたいっていうのはそういうことですよね。なので僕ハーフタイム褒めましたよ。ですよね、だから悪くないぞっていうことで。そこら辺の監督ってそういう時の状況と選手のマインドと考えながらどういう言葉を出すかが一番ハーフタイムの仕事なんだ、ね。ちょっと僕はそれが注目してたんで、後半そういう風になったか分かんないですけど、後半いやでも彼らのびのび、はい、まあうちはそういう風に若いですし、いいですね。どっちかというと現代の子たちなんで、今まで通りに怒って響くとも分からないですし、違いますよね、はい。まあそういうのをうまくこうに生かしながら、まあ、でも選手僕が入る前に中ですごい話してたんですよ、うんうん、いやもっとこういうふうにしなくちゃいけない、もっとこうだよ、選手たちだけで、はい、あ、なるほど、で話してたんで、だから別に特に多く言う必要ないなと思って、というか、はい、90分間そのペースで持たないだろうと僕もコーチの方を見てたので、はい、まあ、結果としてはまあ別に、ね、普通に点取るよねっていうぐらいだったので、はい、走らせろ走らせろって言われてたんで、はい、大丈夫だ、後半お前ら絶対落ちないから、そうですよ、ね、走ったらいいんだよって言いましたけど大丈夫だ、相手の方が落ちるから、そうですよ、ね、慌てるなっていうふうに言いました、はい。秋田も前者もそうですけど、今年鹿児島もそうですけど、僕秋田で聞き忘れてというか、田村さんの作ったこのチームを一つのサッカーのスタイルをフレーズで紹介するとしたら、日本人が、あ、なるほどってフレーズで理解するのって、いわきのサッカーっていうのはどういうのか。僕はなんかちょっと難しい、今そのやっぱりストーミングだポゼッショナルだ、どっちかって僕からしても両方できなくちゃいけなくて、ストーミングだけでもダメですし、ポゼッションもできなくちゃいけないし、もちろんカウンターもできなくちゃいけないし、しっかり守るとか守らなくちゃいくこともできなくちゃいけないっていうことを含めて、でもいわきをどういうふうに、やっぱそういうふうに最短距離でゴールを目指したいっていうのもありますし、でもそう、つまり長いセンテンスだと僕も説明できるんですけど、はい、いわきのサッカーって聞くこうですねっていうのを金曜か日曜日に教えていただく。わかりました、すいません、はい、宿題のような感じですか、はい、こま、パンってですね、そうパンっていうのがポイントだよそうそう、どうですか決勝ラウンド初日、緊張感ありました。まあ、自分の中ではそんな緊張せずに、まあ、平常心でいつも通り入ろうと思ったんですけど、うんうん、やっぱり少しはちょっと硬いなって僕は見てて、そうですね、少しちょっとね硬かったですね、全体的に、はい、あれとしてはゲームプラン的には前半は 0-0 でもいいよぐらいの、そうですね、自分の中では本当にハーフタイム 0-0 で、いや全然いいと思いましたし、後半相手足止まると思ったので、うんうん、まあ、そういう総力の意味では本当に岩手市は上回る、だから慌てることはなかったです、得点の形、自分たちらしくいい感じっていう、こう感じ、同じ、そうですね、感覚的にはすごいいい流れから1点目は入って、でも1点目入ったらもう勢い乗って2点目行く姿勢ですぐ取れて、最後はダメ押しということで、すごい持っていき方的にはすごい良かったと思います。
気分的には楽しい今日。そうですね、今日も楽しい。いや、いつも楽しいです。そうですね、別になんかブレることなく一試合を通して自分のやることは分かってたので、まあ、いい感覚でできました。あとはゴールですね。そうですね、うん、やっぱ次はこう自分が得意なドリブルからの持ってってカットインからのシュートだったり。残りの2チームはガチガチに強いディフェンダーが揃ってるんで、うん、そうですね、もう本当に自分たちは当然この1対1のこのところの、ね、勝負で勝てないとなかなかゴールが生まれない感じがするんで。そうですね、そこはしっかり頑張りたいです。楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。横竹選手 の、 こうあの俳優を目指してもいいぐらい の、まあねあのね、表情と、うん、あの間をね、思わず聞き手をグッと次何を言おうかなと思ったら、うん、普通かって、ね、いいですね。いいですよ、うん、引きつけるものを持ってますから、ね、私ですね、これ余談の話ですか、うん、この日水曜日ですけど、はい、木曜日、はい、中日あるじゃないですか、はい、横竹選手のお父さんとですね、うん、あの高知 の、 あの食材を食べながらね、大いに飲み大いに語らいで盛り上がりまして、横竹選手の幼い頃のお話いっぱい聞いてね、あの直接私も今度会って話してみたいなと思うような、はい、非常に先にナイスガイ。お父さんに会っちゃった。お父さんに会っちゃった。では、はい、次の試合いきましょうか。おこしやす京都対福井ユナイテッドいきましょう。2試合目、午後1時半、どうですか、ラズさん、この試合、なんか注目ポイントあったんですか。この試合は、久しぶりに私、俯瞰で、要はスタンドから、うんうんうん、カメラも構えず、ね、そうですね、はい、見たいなと、見たい、うんうん、見たいとお願いして、ね、あ、はいはい、見させていただいたゲームで、まあ、その福井はリーグ戦で、夏前ぐらいに1回見てるんですけど、うんうん、ちゃんと見て、見とこと、特殊演するよね。はいはい、あの1試合しか見てないので、彼らの試合は。高知ユナイテッドはまさに1次ラウンドの高知ラウンドで、ね。はおこそう京都、ね、あ、起こしやすいね。京都は見てるので。じゃあ、キックオフです。はい、監督は、望月監督、福井、うん、そして、お京都が石田監督と、はい、もう週切り分に何度も出ていただいてる、ね、ジャンプが見事だね。はい、さあ立ち上がり、白と青のパンツが福井ですね、はい、そうです。こちらもアウェイユーですね、こっち、はい、さあ紫のおなじみのお京都、うん、起こしやすっていうね、まあ、うん、福井はもう1次ラウンドでかなりこう爆発的な攻撃力を見せていたチームなので、うんうん、まあ、そこはすごく期待はしてたんですけれども、おっとこれはイブラヒームじゃないですか。イブが、まあ、ちょっとイブちゃん、イブちゃん背番号11番、はい、ストライカー、はい、さあ中盤の落とし、前線の落としから、ね、形綺麗なんですよ。右ウィン、うん、サイド上がってますよ。使ってここのスペース、そのスペース使う、うん、もう一回戻すんじゃないですか、うん、トン、もう一回使う、細かいですね、うん、ここまでの崩しは理想的だけど、うん、いやちょっと惜しかったけど、うん、まあ、あそこ細かいところをやっぱり狙うっていうのが、ただ最後のね、はい、真ん中はちゃんと閉じてね、うん、あの危険なエリアは、はい、京都のディフェンダーもしっかり、はい、でここからももう一回また狙う、同じパターンじゃないですか、うん、おっとあれいいとこでちょっと今一瞬画面が止まりましたが、はい、フォワードのね福井の金村選手が、うん、PK だろうって言ったら逆にダイブ金村選手にイエローカード出ました。前半19分、はい、イエローカード1枚、シミュレーションですね。さあ 0-0 です。おっと、もう一回ですよ、ここね、ここをすごくついてくる、ここ3対2、ういもう一回、ういでも京都の真ん中もやっぱ屈強です ね、 そうですね、なかなか突破できないあそこは、特に内田選手ね、うん、キャプテン、うん、背番号4番、はい、お拾った、うん、遠め、
今の当たったのがサバンじゃないですか、うん、ガーナ人のね背番号19番、ね、あっとで京都はこの感じですよ、うん、バックパス、うん、さあゴールキーパーどうする、おいおとイブラヒームリあっと今のいいかわし、いやニアサイド超狭いですねこれ、ニアの屋根上、うん、一番しびれる、可愛い、あいいですね、イブちゃんダンスイブちゃんダンスイブちゃんダンスサバンも喜んでる、サバンも喜んでますね、うん、さあ先制起こしやす京都、はい、まあ、この時私は、起こしやすほとんどチャンスらしいチャンスはなかったんですよ、うんうん、いやこんな展開もあるかっていうふうに思ってました、うんうん、福井が優勢 に見えてた、うんうん、はい、ここで前半終了ですね、そうですそうです、もう本当に前半終了間際あの画面左にあのハーフコート来てる石田監督がねもう監督自らピッチまで出てきてねハイタッチでねよかったよって迎える、うん、これ起こしやすくよって石田監督の毎試合の恒例のね、うん、はい、明るい、非常にスタッフ含めて明るいんですよね、京都のベンチっていうのはね、よく声も出ててね、さあ、キープ、おっと、浮かしだよ、ナイシュ、うん、うん、まあ、ちょっと威力がなかったかな、さあ、どうですかね、この福井の後半、うん、初戦、大事でじゃないですか、そうですね、まあ、絶対勝ち点3欲しいんだけど、うん、まあ、勝ち点1にしなきゃいけない、はい、最低1じゃないとね、ね、勝ち点7っていうのは一つの基準でね。うん、これつなぐチームですから、うん、こう中盤の下から行きますから、これかっさられてるんですか、すごいプレスがきついんですよ京都の、いやこのクリアもここも来るんですよ、2人ですよ、2人来た、はい、で3人目が取るサバンから裏、うん、スペースイブに出るイブラヒム、まあ、これはまあちょっとかな、ね、まあ、あんな感じだからなかなかこうつなげない、お、これはさあ、これはファールをもらってセットプレーで、うん、左側左足、11番が倉田選手で、うん、13番木村選手、はい、木村選手と8番、これもトリッキーなことやるんですかね、どうなんだろうな、さっきコーチの選手はトリッキーでしたけど、おお、直接、うん、まあでも今壁に当たってないのかな、当たってないですね、当たってないですね、ゴールキックか、さあペナルティ侵入、ここ侵入して、さっきと同じですね、あそこの右の、うん、ペナのコーナーあたりから侵入して、ね、だから本当にバイタルよりももっと前のところで勝負しようとするんですね、そうですね、うん、だからそれは多分このチームの自信があるイブラフもおしゃれヒールから抜け出していきなり局面打開、数的優位じゃないですかこれ、はい、まあ、あっと中央に入ってた、うん、おい、預けて、いやそこぽっかり空いてますね福井、うん、そうなんですよ、戻りきれてなかったのか、さあここはじっくりいくでしょう、うん、こういうのもできるぜ、ロング放り込んできましたが、イブラヒムではなかったターゲットが、うんうんうん、さあゴールキック、あ大丈夫です、そしてコーナーキック、コーナーからクリア、サバン、すごい、これはね本当にスーパーシュート、追加点、はい、後半20分、うん、背番号19番、はい、サバーン、ブランチ、さあ、うん、さあテレビ映ってるよサバーンって、さあ石田監督、ここからちょっとしばらく監督の様子を、さあ監督を見ましょう、うん、ちょっと監督の声が聞くんでる、我々の喋りやめましょう、そうそうこちらもずつ監督、
何でしょうこのダイジェスト番組やや無駄に長めに監督だけを映すというですね、こんなサッカー番組かつてなかった、はい、試合に戻ってます。さあ 2-0 ですよ。後半多分これはもう30分ぐらいじゃないですか。さあこれあのまあ福井的にはですね、あのもうちょっと暗雲垂れ込めてますよね、この時間で。そうですね、あのつなぎたいんだか、うん、取り蹴り込もうかなんかバタバタしてる印象が僕にはこの福井の後半の0になってからの福井はどうしちゃったのっていうぐらいね、余計リズム悪くなってきてね。で京都はもう本当に、シンプル、ね、やることはっきりしてるんで、うん、さあここからカウンターじゃないですか。だけどこれドリブルしちゃうじゃないですか。そうなんですよ。でこうついて こないんで。そうですね、うん、だからこうどうしても一人で、ね、スローイング後ろに下げて逆サイ振ってほしい。あら、やっぱつなぐんだ。でもこここんなくんですから。ああ後ろに下げるんだ。ああここまで行くんですよ。でもでまたここゴールキーパー蹴らない。カズマ選手行く。あカズマさん途中から出てるんですね。出てます。背番号13番。いやでサバンに取られちゃう。サバンいいですね。見てますね、あそこのスペース走れよっていうね、イブちゃん。ちょっとイブちゃんイブちゃん釣りましたね。釣りましたね。過酷この旅過酷ガーナ人でもやったことないこの過密に行って1週間前は高知で3日間試合しましたってね、たった1週間後しか経ってませんみたいなね。さあもうこれは試合終了間際じゃないですか。はい、さあバックスタンドには戦え福井のね、を拾って弾幕を広げて。あでも広がりた。一生懸命応援してますよサポーター。やっぱり京都のこの前線からのプレス、そうですね、うん、組織的な一枚、あの私石田監督のサッカー割と多く見てて、はい、引いてから鋭い感動もできる。前からかプレッシングかけるときはできるし、割と試合中に変幻自在なんだなっていうのは、ね、いいですね。以上あまだですね。以上試合終了でございます。 2-0 で京都が初戦を制して勝ち点3と、はい、さあいわき3京都3、高知0福井0という試合0で終わりまして、はい、試合後の会見聞いてください。そうですね、相手の、まあ、圧力にちょっと、はい、屈したっていう感じですけど、まあ、そこをうちはしっかり、外して勇気持って、動かせたら、チャンスにあったんですけど、なかなかそこがうまく剥がせなかったってことですね。はい、そういう意味では結構前半そうですね、残りもうロスタイムの時間なんで、まあ、もっとシンプルにやってほしかったなっていうのがあるんですけど、まあ、それがサッカーの全てだと思うんですけど、はい、そういう点ではなんか後半もうやっぱちょっとつなぐのかこう蹴るのかっていうところの判断の中で、つなぐんだったら勇気持ってつながなきゃいけないし、蹴るんだったらしっかり背後っていう話だったんですけど、まあ、なかなかそこのつなぐのか蹴るのかっていうところの中で、うまく回って合わなかったなっていうのがありますけど、はい、そうですね、やはり2点目が大きかったのかなと思いますけど、そこで結局自分たちがなかなかゲームコントロールできなかったなと思いますけど、はい、もうちょっとこうやることはっきりした方がいいのかなっていうのは感じました。はい、まあいつも通り入ったつもりですけど、まあやっぱりいろんな感情があったり、まあ、緊張感があったり、まあ、本当に自滅した形で終わってしまったんで、まあ、残念ですね。はい、まあ相手を分析して、まあ、プレッシングサッカーなので相手が、まあ、ビビらず、繋いでいこうっていうのがあったんですけど、まあ、前半はほとんど相手のサッカーに、合わせてしまったので、まあ、残念かなと思います。はい、今日みたいなああいうサッカーしてくるチーム、地域リーグでも少なくないと思うんですけど、あ、はい、ただまあ、あれだけの強度を持って来るっていうのは、やっぱりこのラウンドというか、になって、まあ対戦する相手なんだなっていうのは、多分感じていらっしゃると思うんですが、はい、橋本選手ご自身は、ああいうタイプのチームに対して、やりやすいのか、それとも、ちょっと難しいなっていうのは、まあ感覚的にはどんな印象を持ってますか。
と、まあ、自分たち次第でどうにもなった試合かなっていうのは、うん、終わってから思ってるんですけど、まあ、少しの勇気を持てなかったっていうのは、チーム全体として少し残念だったかな。そこはまあ勇気っていうのは、例えばそのゴールキーパーから、足元でつないでいくっていうところの判断とかっていうところ、ね、っていうことですか。まあ、プレッシングが来る分、うん、空いてるところは非常に多かったので、うん、そこが少し、前半なんかは視野が狭くなってたので、うん、全体的にそれは自陣のエリアのところが特にってことですよね。攻撃に関しては前半割とこうスペース作れ、はい、見つけて、はい、ゴールに迫る部分もあったと思うんですが、そのあたりは最後尾でご覧になられてて、どんな風に中でやってる方としては前半は非常にダメだったかなと思って、まあ、いつもだったらゴール前でも横パスなんかで、崩しきれるんですけど、まあ、今日も何回か横パスすれば点取れるっていう、ちょっとじゃあその辺ノッキングしちゃってるっていうか、そうですね、まあ緊張感なのか何か分かりませんけど、じゃあまあまだまだその自分たちのこう力というか、はい、まあ、それが全然ダメです、出し切れなかったっていう感じですかね、はい、まあ逆にいいんじゃないですかね、今日負けてあと2勝するしかないっていうことで、まあ攻撃的にいくんで目的がはっきりしたっていうことですね、はい、やっぱりこの個人的にはもう本当に魅力的なサッカーを知るという片鱗は今日、はい、見させていただいたと思っているので、はいはい、まあ、ゴールがなかったですけど、そうですね、ちょっと今日は寒い試合になってしまったんで、まあ、次はもっと沸かせるようにすれば、そうですね、まあ、うちが点取れるんじゃないかなと思います、はい、まあ、多分福井の選手たちがすごく気分よく、はいはい、ゲームをした時はおそらくこのスタジアムが全体が沸くような場面がいっぱい作れると思うので、はい、本当に期待しますので、まあ、そうですね、まあ、予選なんかも初戦硬くて入って、うん、まあ、2戦目から爆発できたんで、うん、そうですね、まあ、決勝リーグ逆にいっぱいできるっていうのは非常にラッキーだったんで、はい、まあ、2試合頑張るだけです、ね、はい、まあ、そうですね、まあ、前半の入りの途中から、まあ、自分たちのペースになって、まあ、押し込む時間があったんですけど、まあ、そこから、まあ、自分たちの、まあ、ミスで、パスミスから失点を生んでしまったところから持ち直せずに、ずるずる前半行ってしまって、まあ、後半に入って、まあ、しっかり前から、点取りに行くっていう意識ではやってたんですけど、まあ、セットプレーからまた1点決められて、まあ、2-0 の段階から、まあ、得点を奪えずに、終わってしまったっていう感じだったので、まあ、でもやってることはきっと良かったと思うんで、まあ、失点せずに最初の先制点さえ取れてれば、はい、まあ、自分たちのペースにはできたと思うんで、まあ、今日の負けをしっかり受け入れて、まあ、あと2勝すればまあ上がれると思えるので、まあ、しっかりそこを見て頑張りたいと思います。この選手ご自身はプレーされてて、はい、今日はできるなっていうふうに思われながらやってたのか、はい、相手 その戦い方、プレスのかかり方とかっていうところが、まあまあきつくくるなっていうふうな印象を持たれてるのか、どちらですか。いや、まあ、基本的に、まあ、僕は自分のプレーできてるという感じで前半の入りからやれてたので、まあ、相手がしっかり、それについてきてるっていう印象はあったんですけど、それに対してのストレスっていうのは、まあ、全く感じずに、まあ、自分のプレー自体は、まあ、できたかなっていうふうには思ってるので、まあ、あとは得点取るっていうところだけだと思います。私も上から見てて、いや、これは止められないでしょうと思いながら、山田選手のことを、はい、起こしやすのディフェンスが、はい、いつ点が入るのかなと思いながら見てたんですが、はい、まあ、その中でこうチームとしては少しずつ歯車が狂っていった、はい、まあ、特に前半の、まあ、終わり間際 の失点というところから、はい、まあ、この大会独特というか、そうですね、1点先制されたときにそこから立て直すというか立ち向かっていく、はい、ところには多分相当の多分なんていう精神的なプレッシャーを跳ねのけなくちゃいけないのかなと思いながら見てたんですが、そこのところで例えばこう、繋いでいく、のか蹴っていくのかというところの判断みたいなところは選手の中で若干迷いみたいなのも生じてた時間もあったんですか。そうですね、まあ、前半、まあ、チームのスタンスとしては繋げるところは繋いでいくっていうスタンスでやってたので、まあ、ただ今日の試合の入りで、まあ、僕から見て、まあ、ボランチの2枚もそうですし、まあ、サイドハーフとサイドバックもその
ボール受けた時のファーストタッチで前を向けない、相手に背を向けてプレーするっていうシーンが数多く見られてて、まあ、ちょっといつもと全然違うなっていう印象を受けたので、まあ、そうなったらやっぱりしっかり前向きになるためには繋がずにしっかり1回ロングボール蹴って跳ね、ディフェンスラインを押し上げて前向きで、まあ、プレーした方がいいと僕は思ってたので、まあ、僕自身はまあ相手の背後を抜けに行く動きでしっかりボール自体を要求してたんですけど、まあ、ただそうですね、まあ、うまく前半のうちはそのなかなかすぐにはプレー自体は変わらないので後ろの選手たちも、まあ、でハーフタイムに入ってただもうやるしかないっていう風になって、まあ、少しずつ、まあ、プレーも前向きになってきて前向ける選手も増えてきたので、まあ、多分次にはしっかり選手個人個人で、まあ、準備はできるかなっていう風には思ってます。さあ本来であればやっぱりこうボランチあるいは、はい、まあ、そこにくさびに一回入ってみたいなところから裏抜けっていうところが、はい、山田選手としては一番狙いたいところ、そうですね、だけれどもそこが直接こう、はい、長いパスでロングボールで来ちゃうみたいなのが若干多いかなっていうところだったんですよね、はい、前半の時に、はい、多かったですね、うん、まあ、そうですね、まあ、その低いラインで回す時間帯とかもちょっと前半とか多くて、うん、まあ、それで多分後ろで回してても結局最終的には蹴るしかなくなるような回し方だったのでうちが、うん、まあ、それをまあ後ろのしっかりメンバーで話し合って、まあ、試合中に解決できればよかったんですけど、まあ、なかなかそこまではいけなかった。特になんかフィジカル的なこう疲労が溜まっているとかっていうことではないんですよね。いや、フィジカル的な疲労は全くないと思います。まあ、メンタル面とあとまあ技術だとは僕は思います。シンプルにいきます、はい、2-0 勝利で先制点のゴールも決めて、吉川パスコゴールの感想を聞かせてください。 How do you feeling? Very happy because we've gotten 3 points which is very important. まあ嬉しいです。まあ3ポイント取れて、まあすごい、Very important、はい、大事な試合だったので、まあそういうことです。鹿児島の前哨も経験して、高知の3試合も経験して、この日本の大会、独特な大会、慣れましたか？ So, do you used to do play like Japanese league like Zensha and Chiketsu? No, this is my first time. No, yeah, I know, but like you have experience of like Zensha and Chiketsu first round. Easy competition? Hard competition? It's hard, but we are training hard towards it. Mm-hmm. It's hard, but we've trained hard towards it. まあ、まあ、大変だけど、まあ、大事な、難しいけど、まあ、トレーニングで、まあ、もっとハードにやってるから。エリックや、サバン3人のチームメートとはこの競技に来てサッカーを楽しめてますか？日本のサッカー3人とも楽しめてますか？サバン and you and Kumi do you enjoy the football? Yeah. Now? Yeah. Japanese football? Yeah, very well. We enjoy it. At least we are getting results ofEvery game, so it's good. まあ今いい結果が得られてるんで、まあそれはいいことで嬉しいです。前者でも鹿児島でも高知でもいろんなチームと対戦しまして、今日も福井ですが、日本の対戦相手のチームの印象はどうですか？So we played many opponents, and today against Fukui. How was it, Fukui? Fukui, when we watched their video. They were also aggressive like us. They play pressure game. But you know, our coaches had the great idea. まあ、ビデオ、スカーティングビデオ見て、まあ、アグレッシブで、プレッシャーゲーム。まあ、プレッシャーのかかる、まあ、ゲームになると戦ってる。まあ、その中でも、コーチが、まあ、すごいいい、アイデアというか、タクティクス、戦術をくれて、まあ、よかったっていうことです。2日目も3日目もあなたのゴールを期待しています。 He accept you score next game and third game. Hopefully. ぜひ go to the JFL. Okay. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you. やること。私10月の鹿児島にもいました。
He came to Kagoshima. And, 確か怪我をして。So he now you got injury and you got here. ファイナルマッチも、セミファイナルも、you couldn't play. 見て観戦してて、実は近くにいました。I saw you watched the game and at that time he stayed close to you. Okay. その時にそのゲームに見てるサバンがものすごいこう。仲間に声をかけてて。So like in the game, you said like something for teammate, and he was you. Okay. 前者を外からチームを見てて、鹿児島の時は外からのチームを見ててどういうことを気づいてたんですか。このチームの何かもっとどういうところがいい悪い。鹿児島の時は。So you watched the game at the Kagoshima from bench in Sanjo, and what did you like realize like our like good point and bad point and like. You watch a video of the game like from outside. Yeah, I watch the video. You can see all. Yeah, I watch the game from outside, and I think my colleagues they were doing their best to be a champion. Everyone is trying his best. Everyone is working hard. That's for the season, particularly for this season. We want to be champion in any particular game that we play. And the players too, my colleagues, everyone is doing his best. Everyone is working hard to get to the top. すごい一生懸命やってるし、努力もしてるし、ハードワークしてるし、まあ1位になることが、まあ大事だと気づいて。So when I was even at the stands, when I see them playing, I feel happy because everyone is pushing hard. みんなすごい外から見てる時でも、すごい強い気持ちやってたので、まあすごい嬉しかった。それで自分がこの大会今度はチャンピオンズリーグ出てさらにこのチームがプッシュアップできてますか、so、自分が出ることは actually so now you fight on the pitch、yeah. as 前者 you fight on the stand、yeah. So like can you bring like team motivation to up sure now that's my mission and my aim here to help the team to go to another level. So on the field is another level is another stage for me. I'll do all my best and push hard and work what I have to do to help the team to qualify. That's what I will do on the pitch. And other to talk to the players and then help each other. That's on the field.Yeah, to help each other when maybe someone is falling short. If I have the strength, I have to help the person. That one I'm on the pitch, so everything is good. まああれですね。そのチームのためにまあ助けるためにここに来て、まあ誰かがこう会った時もお互いコミュニケーションを取って、まあ助け合って、まあ JFL 行くためにまあやるってことですね。Last question. Okay, please. 私今日の試合見てて中盤。It was yesterday's game. Midfield. サバンが支配していたなと。You play for this game and like conquer the game. Yeah. Okay. That's what I said earlier. We have really trained hard for this game. I'm following the tactics of the coach. And I think with my little strength and by God's grace, I was able to do and I have good game today, I think. So I give glory to God. And we have another two games to go. I'm looking forward for win.For us to qualify to the another stage, and I hope everything is going to. JFL に呼び行くために最初、could you say again first like. And I said
I followed the tactics of the coach. Yeah, so our aim is to qualify to another level. So on the pitch, I do my best. And work hard on the pitch. To get to another stage with the club. Thank you, Paul. We hope to you to the next level. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. ありがとうございました。いや、すいません、ちょっと。いや、お疲れ様です。なんか全然聞き取れなかったです。あとはうちの実習スタッフ。すいません、私からいいですか。お疲れ様です。お疲れ様です。初戦、大事な初戦、はい、決勝ラウンド、初めての決勝ラウンド。2回目です。2回目の決勝ラウンドで、はい、一番気をつけたことは何ですか、このゲーム。はい。いや、本当にこう、まあ、予選ラウンド同様に、やっぱ難しい初戦っていうのを、まあ、どう入っていくかっていうところと、まあ、当然あの相手の強みが出てしまう立ち上がりの想定もありますし、まあ、逆のパターンもあると、まあ、どういう状況でもあの落ち着いて冷静になってやっていこうっていうことは、まあ、意識してやりました。クイーンナイテッドがつないでくる非常に、まあ、優れたチームだってことを分かった上で入ってたと思いますが、はめた感じっていうかしてやったような感じですか、この。いや、どうですか、まあ、想定的にはもう少し、うん、シンプルにやってくるかなっていう、まあ、この大会の特性上やってくるかなっていうところは思ってたんですけど、まあ、思った以上には、まあ、つないできたな。どんどん放り込むわけではなかった。そうですね。ただ、多分本当にピッチの中で選手たちの判断で、はめ込んでいく形を導き出せたっていうところは本当によく頑張ってたなというふうに思います。点を取る形は相手のキーパーのミスからでしたが、まあ、結果が重要なので、はい、多分監督一番ホッとした瞬間だったと思いますが、まず先制点取れた。そうですね、イブラヒムがゴールを取れたことに、まあ、本人も本当に自分のゴールを熱望してたと思いますし、まあ、ああいう形で前半の終了間際のいい時間帯で取れたっていうところもやっぱチームにすごく勢いをもたらしてくれたなというふうに思います。早速ですが、次いわきは午前中 3-0 で勝って、はい、さすがです。すごい重要な2試合目になって、はい、いかがですか、まあ、終わった1日目終わったほやほやなんですが、いわきというチームに対しての印象とか、なんか。そうですね、いわきさんに関しては2017年から何度も対戦している。この間鹿児島でも。そうですね、まあ、昨年も前者、昨年の前者でも今年の前者というところで、まあ、当然うちのうちがどういう戦い方をするとか、うちに対してのことは、まあ、ある程度熟知した上で臨んでくるのかな、はい、まあ、ただ岩木さんも多分相手関係なしに自分たちのやるべきことを多分やってくるっていうところだと思いますし、まあ、当然本当フィジカル的な要素と個の能力っていうのは高いで、やっぱ3試合同じスタメンで戦い続けられるっていう、はい、力っていうのも、まあ、すごいのは分かってるなっていうところなんで、ただうちはそれに対しても真っ向勝負でぶつかっていきたいなというふうに考えてます。私の印象で言うだけなんですが、どのチームも枚方やいわきもそうですが、福井もそうですが、自分たちのスタイルを通してくるっていうチームと、はい、私は石田さんの作ってるチームはどっちでもいける、自分たちのやり方もしくは相手がそう組んだからリアクションでもこうできるっていう、その幅があるんじゃないかなというのは私が見てる印象なんですが、はい、その点に関してはどうですか。そう、こうしてくるっていう相手は分かってて、はい、受けて立とうみたいな、どうですかそこ、まあ、大切にしてるのは足を止めないことで、うんうん、どういうことに状況においてもまず切り替えてプレーをするっていう、うんうん、ことだと思ってるんです。で、まあ、チームとして、まあ、レフリーのジャッジであったりとか相手の想定外のプレーとかに反応してる暇はなく、そのもう起きた現象に対してプレーを続行するっていうことに、はい、常にそこは意識しているので、まあ、その結果相手がどういうことをやってきたとしても自分たちにやれることっていうのは、まあ、正直それほど多くないですし、限られた中でできることに 100% 集中してやるっていうのは、本当選手たちがこの1年間で積み上げてきたものなのかなというふうに思います。つまり今日の試合でもそういう判断が選手個々で瞬時瞬時でできていたという意味でもあります、はい、
期待してます。ありがとうございます。試合のいわきの選手たちが、はい、口々に、我々はとにかく、走力、そのトレーニングを開幕の前からずっとシーズン通してやってきたと、そこが走り負けないというところが最大の自分たちの強みだということを言ってたんですが、今日の今の試合を見る限り、五社津京都の選手たちが最後まで集中力を保った中でかなり、前線からプレス最後の最後まで行ってた。この走力というのは五社津の選手たちはどのように鍛えてきたのかというのを、そうですね、でも意識されたのかという、本当チームの生命線であるというふうには考えているので、やっぱその点も理解、選手たちが理解してくれていると思いますし、そういう選手たちがいるからそういうチームの戦術だったり戦略っていうのを組んで、いるっていうのもあるので、本当走りすごいですよね、本当すごいと思うんですけど、はい、そこにもやっぱ負けずに行こうっていう高いモチベーションで、この大会臨んでるんで、やっぱそれぞれの各チームがいろんな思いを背負いながら戦っているとは思いますけど、当然自分たちも悔しい思いをしながらここの場に立っているっていうところを糧にしてここまで来たっていうところがあるので、プリオッツで戦いたいなと思います。そうですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、以上でございます。まあ、勝ち点3ずつ上げたねチームが翌日直接対決っていうね、はい、なんか早くもビッグマッチ感がもう出ますよね。まあいろんな選手や監督に出ていただきましたが、まあ、最後の石田監督がね、もういわきというチームは確かにすごいっていうことをもうね、まあ、認めた上でね、こっちもこっちでやりますよっていうね、はい、まあ、自信ですね、持ってる、さあ表情ですよね、はい、この特番の2日目いきますよ、まさにもう大一番となりました、うん、運命の試合、いわき FC 対おこしやす京都、いわきファン必見の、そうですね、この動画レポートやや長いですけどたっぷり堪能していただけると思うんで、早速スタートします。金曜日2日目、第1試合、ルズさんどうですか、まあ、両チーム一緒に、ね、うん、1試合目を終えて、はい、おっとサバーン、サバーン、サバーン組、あ、え、イブラヒム、イブラヒムもいるんですね、うん、まあ、いわきね、本当にホームね、うん、ホームでね伸び伸びと、はい、サポーターも多かったですね、この金曜日日の、多かったですね、水曜日より200人以上増えてました、はい、さあバスケスバイロン、バイロンとイブラヒム、どっちのストライカーが結果出しますか、うん、っていうちょっと注目ポイントで、うん、この試合は私はずっと見ておりまして、はいはい、あとウェズレーね、いわきのセンターバック中央今日のなんですか、イブラヒム対ウェズレーの対決見てると、ここはどこのリーグですかっていうね、はい、なかなか迫力あるゲームでしたよ、じっくりご覧ください。選手入場からのキックオフでございます。さあこちらいわきのスタメン、ウェズレー選手背番号20番、そして私予算傍聴注目していた安田選手背番号5番、ね、コンサドリユース出身で札幌大学からいわきっていうね、うん、さあこちらおこしやす京都、多分昨日あ初日とメンバーはほぼ変わってないと思います、内田連平選手センターバックキャプテンが、そう、重要なのはね、1試合目でね京都のキャプテンのセンターバックの内田選手がイエローをもらって、1次ラウンドからの積み残したイエロー、累積2枚でこの試合出場ですし、これは痛いっていうのがね、ちょっとね、そうですね、
まあ、要は、内田連平選手、高さもあり、ヘディングが強い。超中心選手ですからね。うん、まあ、そして、キャプテンですから。いわきは、スタメンは変えませんっていうね。これは、ニカホの1次ラウンドから常に同じっていうね。うん、完全に固定されている戦い方っていうね。まあ、起こしやすさはこの展開ですよ。さあ、ロングボールからイブラヒム、イブラヒムターゲット、今右の方に張ってね、さあ、そして中央のこぼれ球というかセカンドボールをなんとか開いて、さあ、ウェズレイ、遠目にイブラヒムですね、今のイブラヒムですね。イブラヒムとウェズレイとか見てると、本当にね、冗談みたいにね、セリアですかみたいな気分になって見てましたけどね。さあ、空中戦ですよ、さあ、こぼれ球、拾った、今のイパス。を狙いたいんですよね。ここです、ここです。そうです。起こしやすは。さあ、今、岩城の前田選手、一回前に出したけど、いや、このヘディング、うん、蹴ってるみたいだ。安田選手のヘディングもね、本当に素晴らしい。さあ、赤星選手のポストの競り合いから、またこのボール、あそこを狙ってます。うん、そして安田選手、跳ね返す。イブラヒムに競り勝つっていうね、うん、まあ、やや苦し紛れ感になる。うん、遠目のシュート。さあ、胸トラから、これは23か、いや、キム選手じゃないですか、15番、右、右のハーフですからね。ここ、イブラヒム、ナイス。あ、イブラヒム戻ってきてる、はい、さあ、日高選手かな、スローイングから、バスケス、ドン、おっと、浮かし、うん、予想外、裏取った。うん、いや、こういうなんかもうなんていうんですかね、こうすごいスペース、そうです、密集でね、密集したところから裏狙いなんですよね。玉際高みを玉際いっといてライン上がっね、高くラインが上がってるときは裏にトンとね、うん、そうです、いや、それを双方が許さないという、そうですね、そしてそれをまたカバーしてクリアしていこうっていうね、こう密集、いや、この狭い中でのこのさあ、前田選手、さあ、前向いて、体強いですね、キム選手、さあ、バスケス、左足、おっと、今の見ましたか、皆さん、トリック、もう小学生、真似してください、小学生に真似してほしい、奪い合いバイロン選手の今の足のね、トトーンっていうのがね、この南米の香り、イブラヒム、止めに打つんでしょ、いや、パワーだな、そうでしょ、アフリカーナですね、今のも。さあ、田村監督、何かこう間延びすんなよみたいな感じでね、ちょっとラインが開きすぎるとセカンドボール失うぞっていうね、裏スピード勝負、ドン、あ、キーパーとぶつかって、キーパーと接触ですよ、赤星選手ですね、これ、まあ、ちょっと危険なプレーでしたね、これは、おっと、ちょこちゃこちゃしてんな、うんうん、サバーン、サバーン、いや、今のヘディングのパス、ね、そして、おっと出ました、バスケス、ザ・バスケス、ウィンガー、ユノが引っ張るのも倒れない、スピードだけでいく、スピードと、ここ、そして、ここおっと、ここは読まれてた、この後似たようなシーン出てきましたっけ、皆さん、ご期待ください、ボタナ参謀長が今大会を続いてずっと追いかけているバスケスパイロの選手なんですね、バスケス特集ですから、さあ、ここです、ここでアップです、うい、うい、うい、チレーって感じですね、うい、うい、コッパアメリカーナーって感じですよね、うい、いいですね、ああ言って貯められて味方使えるっていうね、さあ、バスケス選手、さあ、石田監督、いいぞいいぞと、そしてキーパーがさっきの接触ですかね、で、何度かこういうシーンがあったですね、さあ、ロングスローから、おっと、イブラヒムと、イブラヒムぶん殴った、ごめんねと、ごめんねと、私、イブラヒムと喋って分かりました、うん、彼は優しい子、そう、うん、つい当たっちゃったんですよ、だけど、ついやっちゃって、でも、いわきの選手の方が、うん、てめえみたいな感じになって、なんとウェズレーが止めるっていうですね、珍しい光景ですね、これはね、まあ、まあまあ、大体逆ですよね、みんな仲良くみたいな。イブラヒム悪いやつじゃない、大体外国人が怒って日本人が止めるパターン逆ですよね普通みたいなね、まあ、という、ね、あの余談は置いておいてさ、イブラヒム下がってきて、あ、
ちょっと空いてますよ。おっと、これ第一戦もこんなのありましたね。まるでデジャブ、うん、あれが、まあ相手も分かってて寄せてきますから、うん、特にあの前半特にですね、うん、バスケス選手を本当に2人3人にすぐ囲んでくるっていうね、吉田監督は多分まあ彼のトリッキーなドリブルからのね、抜け出しとかね、透明のシュートを本当警戒してたんで、かなり囲まれてました。でも冷静にプレーしてましたよ ね、バスケス選手。熱くなることもなく、そうですそうです、うん、たくましくなってますねって思いますね、本当に。これで今サバン、あ、これ前半終了、終了ですね。なかなか濃密。さ、サバンが何か、サバン、でも私、私ジェントルマンだから、うん、もう終わり、でも分かってちょうだい、何かストレスを感じたんでしょうか。もう帰っていい。さあ、恒例石田監督、うん、ピッチのど真ん中まで出てきて選手を迎えるね、明るいコーチングスタッフたち、ね、今日はちょっと寒いからマフだわ。後半開始ですよ、0-0ね。岩木は初日と同じ、前半は0-0、うんうん、おおおおすごいな、本当起こしやすさ徹底してますよね。あの、おこれ、お、これはチャンスだ。あー、ちょっと長かった、あー、ちょっと長かったか、でも追いつくんだよ、ニューンと見てなかったですよ今。ゴールを見ずにあそこの枠内に弾丸シュートを切れる。さあ、おっと、いや、いいですね、ランコ選手ですか。サファーにいるよ、あ、これは日高選手ですね、うん、逆サイに振る、競り合う、してあげる、拾う、おっとキーパー出た、キーパー一回パンチング、しかしさあまだこのボールを拾って、また逆サイ振る、キーパーとパンチングがちょっと、ナイスシュート、背番号8番日高選手、うん、これが実は後半開始2分、はい、開始早々、早々だから今のシーン、いやいや、もうキックオフ直後です。あ、これ別カメラ映像、別カメラ映像、1回右から入れる、日高選手入ってくる、そしてこれ逆サイ振るんですよね、でヘディングで落として、でこれをまた上げられて、キーパー弾く、また拾われてライン上げる、はい、さあキーパー、キーパーってディフェンスラインのところ狙ってますから、そこに入れる、ちょっと前出過ぎちゃったか、キーパー取るかキャッチングかと言えば、まあ、悩みましたね、一番難しいところですけど、うん、思いっきり両手でパンチングしてほしかったというね、うん、これで先制いわき、なんとチャンピオンズリーグ初出場のいわきが決勝ラウンドで2勝目を手にするか、2連勝するのかっていうね、うん、さあどうですか、背番号10番は山本選手ですね、おこしやすのね、キャプテンマークもあるけど、さあここから赤星海馬、これはね、私会場見ててね、そこは決めてほしかったっていうね、仕留めろと、そこはストライカーだからっていうね、もうプレッシャーかかってね、いや、これもさあ、バスケスバイロンですね、バイロン選手はね、うん、ドリブルの仕方で分かりますもん、私、おっと来た、これも惜しかったです、うん、もう立て続けですよ、先制してからポンポンとね、おっと、あと今サバンが、うん、おうまい、あでも拾クリア、あでもそれを、ま、いやー、井上選手、バスケス、あバスケス行きますよ、いいですね、こういいですね、こうサバン対バスケスっていうのもね、どこのポルトガルリーグですか、うん、みたいな感じですよねここだけ見ればこの1対1を見る、そして、あ、そしてエリック・クミが、クミちゃんが、クミちゃんがイブラフィムに代わり、うん、そしてで14番の森谷選手に代わってレジェンド勝俣選手、前線の選手をどんどん入れてきた、うん、トップですよ、うん、実はねガーナアフリカーナのストライカーはイブラミだけじゃないというね、このエリッククミ背番号25番、彼も身体能力の高さってね彼はいやいや待つタイプというかね、裏に抜けるというよりはね、ポストプレーしながらね、ものすごい判定シュート打ってきますからね。おっと、これは、おバスケス選手、バスケスが
これ接触したかなと思ったんですけど、これ足つってんだろう、足をつったのかなというピリッときたと、ピリッときてますねっていうね、うん、もう伸ばしてもらってます今、右もも裏ですね。あと別カメラで、ああこれで試合終了、はい、もうこの吠える匠あの僕ら社長や田村監督から超いじられてるんですよ。あ、そうなんですか匠落ち着けみたいな感じで、さあ大喜び2連勝、なんと2連勝、ゴシアス1点差でね、あのキーパーのねあれがね悔やまれる、いやでも見応えのある、いや内容は非常に攻防というかね、はい、あのスピードフィジカル、うん、いい勝負だったっていうね、本当惜しむらくはセンターバックの、そうですね、キャプテンが、ね、選手が出てる状況、センターバックだったらどうだったんだろう、違う展開もあったかもしれないですね、ちょっとその、うん、たらればな気持ちになりますが、うん、さあ両チーム、この若き笑顔で、ね、笑顔 で、ね、でも石田監督超悔しいんですよ、うん、こういう時、はい、さあ喜ぶ、あの大勢のねいわきのねファンのサポーターの方が、うん、バックスタンドに陣取ってんで、ね、みんな大挨拶行こうってね、うん、追いかけましたバスケス、いやーよかったかって、気持ちいいっすよ最後は、Congratulations, Wesley! Hi, nice play, man. Nice fight, too. You're good player. というね。さあ、一方敗れた京都ですが、まあ、全然取り。お疲れ様です、森田さん。今日非常にタフなゲームだったと思いますけども、はい、試合振り返ってみたら、そうですね、まあまあ、監督も言ってたんですけど、まあ、岩城さんと父とは、まあ、サッカー見てるのを見て、まあ、打ち合いになるやろうと言ってたんですけど、うん、まあ、向こうの、センターバックさんの前とフォワード9番、まあ、ヘディングの強さで勢いシャワーも出されたなっていう感じです。いつもより弾かれる距離が長かったり、うん、もちろんディフェンスラインの弾く距離が短かったり弾けなかったりするので、まあ、それも想定してたんですけど、ね、まあ、なかなかうまいので、じゃあ、相手の対応がちょっと想像してたよりもちょっとダイナミックって大きく弾き返したりとかっていう場面が多かったってことですかね。落ちどころに寄せきれなかった。あ、ね、まあ、センターバック3枚が特に強かったです。まあ、いっぱいまではこの決勝ラウンドは全然可能性のあるところだと思うんですが、最終戦、10日ぐらい前に戦ったばかりの、はい、またコーチですけど、まあ、試合は非常に起こしやすく、京都いいゲームだったと思うんですが、その試合に向けてというところは何かございますか。まあ、予選リーグでうまいこといたんですけど、次またあさってうまいこといくかどうかわからないというのを想定入れながら、ただ僕らやってきたことは一つだけなんで、それ徹底するだけ で必ず、まあ、全員勝つっていう信じてるんで、まあ、やるだけです。今日、試合外から見てて仲間たちはどんな風に。いやーもう精一杯みんな頑張ってくれた。もしあれやったら休むのにちょっとベッド積んでもらうから。でもうマイナスな要素はないですよ、うん、まあ岩城さんもすごい。あ、全然それで大丈夫です。よ、いいパフォーマンスだと思うんで。うん、まあそうですね。まあ悔しいですけど。
悔しいけ、まあ、結果は結果っていうことです、ね、はい、もう日曜の試合しかも考えてないですから、みんなもそうですよね、はい、うん、まあ別に2勝すれば全然 OK なんで、全然問題ないです、はい、これもいるし楽しみ、そうですよね、はい、もういいし一回休んでいい感じで、いやもう一番体動くと思うんで頑張ってください、ありがとうございます。10月の時のいわき戦と、はい、今日のいわき戦で何が違うと思いましたか。いや、まあ、やっぱ全体的にその強度の、うん、レベルも格段に高くなってますし、うん、そのまあ、個人個人が自信持ってプレーしているなっていうのは、うん、あの若いチームで、そうですね、うん、すごく感じられました。若い選手が伸び盛り中のいわきを、はい、ストロングを消して自分たちで行くっていうのは一番ここなんだっていうのは、伊佐さんのプランはどこでした。いや、やっぱ一つのボールに対して、はい、その枚数をかけることが一番重要だと思っていて、でそれはまあ守備に対してもそうですし、うん、攻撃に対しても、うん、で守備のところに関しては、まあ、失点はしてしまいましたけど、うん、そのまあ、この能力が高い選手を相手に、まあ、1対1でだけじゃなくて、うん、2対1、3対1でボールを奪いに行くっていう、で剥がされてもまあ粘り強く何人も何人もっていう形は90分間の中で何度もプレーとして見せてくれたんじゃないかなと。バイロンに対してはかなり2枚1対1じゃなくて、はい、囲むっていうのが割とゲーム中に見れたなと思って、はい、あのツリートップの中でも18番の彼に対しては何か石田さんは思うことというか、そのこの選手はここは危険だからっていうのが具体的にありましたか。そのいや、やっぱりそのここで突破を仕掛けてくるっていうところはちょっとトリッキーなところもあります、はい、ただボール持つ時間結構長いんで、うん、その持ってる間に複数でボールを奪いに行こう、だから一発で取りに行かずに我慢した守備でプレスバックを待つっていうのも当然選択肢に入れておいてもらったっていうところですね。まあ、ちょっとあのキーパーのハイボールの、ね、処理からの失点だったんで、ちょっと、はい、まあでもそこも、はい、積極的にチャレンジをして、キャッチなのかパンチングなのかで、それをしっかりと外にっていうところでは、でも外に出そうという意識もあったと思いますし、でもあそこにこぼれてしまった、結果的に、まあ、止まなかったですけど、ディフェンダーもそれ思い切りクリアもできずにっていうことですか。そうですね、で今度攻撃のポイントなんですけど、はい、向こうの3バックの5番がほぼイブラヒムとマンツーというか、はい、ほぼ多分5番の方がもうほぼ勝ってたのかなと思って見てたんですけど、はい、あそこのつまり伊佐さんのチームのストロングではある彼の、はい、イブラヒム選手をああいう風に止められた時にどうするかというのは、はい、そうですね、まずその止められまあ、要因というか、その5番の選手が得意な形のボールの放り込みになってしまった、まあ、あとはそのウェズリー選手20番の選手中央を外してでスペースに置くボールっていうのは意識してきたんですけど、まあ、どうしても岩木さんのプレッシャーも当然ありますし、そこを正確に、配球しきれなかった部分が中途半端のボールになって一番競りやすいボールを入れる時間が長かったというふうには感じます。であとはそこの勝ったとしても負けたとしても結局ボールがこぼれてくる、そのセカンドボールですよね、はい、セカンドボールに対して、まあ、これも少し岩木さんの、キープ力だったり圧力で少し終盤のラインが下がってしまった、ね、今までよりも少し積極性に欠けてしまった部分が一部出てしまったシーンはあったかなというふうに思います。今のポイントはサバンを中心にもうちょっとっていうのは、なんかハーフタイム終わった後の後半の立ち上がりもなんかこう、はい、いろいろ直接おっしゃってたなと思って、はい、そういうポイントですか。そうですね、まあ、でもどうしてもその9番の選手のサマリが良かったとか、うん、ヘディングが強くてディフェンスラインのまあ、そこの競り方もディフェンスラインに競らせるんではなくて中盤のラインに競らせてた部分もあったので、まそれも結局は1対1よりは2対1でっていうところ で中盤の選手が競ることによって押し上げが少し遅れてきたっていうところが問題としてあったかなというふうに思います。ゼルチは最低限ギリギリ許容できる、そうですね、負けの中ではベストな負けだったかなというふうに思います。最終日、はい、4-0 ぐらいで仕留めれば
そうですね、まあ、監督視点含めていやまずは1点ずつっていう感じでいきたいと思います。はい、はい、これがチケツのね、しびれるところですから。そうですね、本当に改めてずっとそういうふうに思ってますけど、まあ、怖い大会だなというふうに思います。ちょっと、まあ、今日の試合はアンラッキーなこともあったなと思いながらも、はい、うん、次の3試合目はぜひ、やっぱここでどう切り替えられるかですね、はい、多分選手たちも結構悔しかったと思いますし、だいぶチーンってなってましたけどまあここからですよね、ここからどういうそのリバウンドメンタリティではないですけど、自分たちを奮い立たせてまた次に向かって進めるかどうか。でもこれでできなかったらやっぱ JFL に昇格する試験にもない資格もないと思いますし、やっぱここでどう戦うかっていうところが本当に自分たちが試されてるんじゃないかなというふうに思います。今夜と明日の1日が重要ですねと。そうです、ね、しっかり旬としたやつがグッと明日で範囲もしっかりと見つけて分析もして、で相手の対策もしっかり考えた上で、はい、ベストなコンディションでまた臨みたいと思います。石田さんのジャンプ期待してますありがとうございます。140センチ以上相手のそのストロングというか、相手のサッカーのやってきそうなところはしっかりここに抑えながらも、まあ、点を取れながら取ったんですけれども、まあ、もう2点3点取れるかなっていう思いはあったんですけれども、まあ、結果的には 1-0 だったんですけど、まあ、選手本当によくしっかり耐えたし、まあ、後ろ向きというかそういう感じじゃなくて前向きにパワーを出せたんじゃないかなというふうに思ってますけど、向こうのマッガーナ人の、はい、今日イブラヒミですけど、はい、3バックのおそらくアンダー3点だと思うんですけど、はい、ほぼパーフェクトに止めてたかなという、はい、そのあの高さやスピードに対して10月とは大きく鹿児島の時とはああいうミスはないっていうのが、一つの相手のストロングを止めるというのはそこの部分だったのかというのがちょっと聞きたいんですが、まあビデオにも出しましたし、まあ、ちょっと日本人とは違う、バネがあってちょっとここに足が伸びて入れ替わるドリブルをするような選手なので、まあ、しっかりスピードはあるけれどもしっかり飛び込まずにしっかりスピードを吸収して、対応しようと、その間にしっかり2人3人しっかり戻ってこいっていうふうには言ったので、まあ、高さのところはもともとアンダーも強いの で、 そ、 で、ね、まあ、その後しっかり抑えられましたし、まあ、今日はよくやったんじゃないですか。3バック全員で非常に、ね、安定というか、はいはい、混乱することなく。そうですね、後ろに関しては安心できた、まあ安心できましたね、まあ、後ろがやっぱ安定するとやっぱチームとして前のパワーも全然違いますし、まあ、それ大きいと思います。弾き返した後のセカンドボールの中盤のところも岩木選手が拾えるような、はいはい、ちょっと向こうも間延びして、はいはい、特にバイロン君が前半割と人数かけて送るっていうところが一つ、前半はなかなか彼も前向いていろいろできなかったなっていうのがあって、ハーフタイムから少しいろいろまあ、ミーティングもあったと思うんですけど、前目の方の得点を取るっていう意味でのハーフタイムで課題にしたことっていうのはどこですか。まあ、バイロンに関しては、逆にお前のところ潰しに来てるから、うん、逆に寄せたらシンプルに叩いてパスゴーでもう一個受けろじゃないと剥がせないぞっていうふうには言いましたし、ちょっとそこで捕まるとリズムできないからシンプルなプレーを持ちすぎずにってことですよね。まあ、一つちょっと心がけろって言ったんですけれども、まあ、攻撃に関してはまあ、相手はどうしてもその真ん中中央をしっかり守るディフェンスなので、はい、その前で一つ打つのも一つ、はい、思い切ったシュートを打つのも一つ、バイタルのそうですね、あとはそのワイドそのサイド寄ったところ、ね、サイドバックとセンターバックの距離がちょっと遠いっていうところも含めてそこに入っていけっていうふうには話したんですけど、マイボールになってからの攻撃っていう意味でも後半はそうですね、まあ、前にシュート打たないと点取れないし前にから点取れないぞっていうふうには言ったので、まあ別に総力的なことだったりとか、はい、体力的なことは全然心配はしなかったので、まあ控えのメンバーもいますし、まあ、しっかり最初から 100% でいけっていうふうにやりました。初日の前半も 0-0 だった、はい、今日の試合も前半だった、初日の時はハーフタイムは逆に褒めたっておっしゃってましたし、はい、今日のハーフタイムも今日は逆に褒めたっていうよりはもっとできるぞと、うん、みんなも前半やって京都のやり方も分かっただろうし、うんうん、
それに合わせるんじゃなくて自分たちも畳みかけないと、うんうん、借りを返しに来てるんだから、うんうん、畳みかけろっていうふうに言いました。 1-0 の状況がついた時に、まあ、赤星君の決定機はちょっと枠外となって、はい、まあ、多分あと3点ぐらい取れたのかなと思って、はい、1-0 はドキドキヒヤヒヤでしたか、ラスト10分5分と、まあ、あんまり向こうのペースになる時間もなかったかなと思って見てたんですが、そういう部分でいうとそんなドキドキはしなかったですけどね、うん、まあ、3バックしっかり対応してましたし、ボランチもワイドの選手も含めて、切らさず声も出てたしアラートではあったので、まあ、そんなに2点目が入らなくてもそんなには心配はしなかったですね。なる、まあ、きっちり3試合目も決めて、そうです、いよいよですね、はい、まあまあ、この結果次第っていうのはあるんですけれども、はい、まあ、それを考えたところで多分、はい、まあ、多分いいことは起きないだろうし、はい、まあ、終わった時には、まあ、とにかく3つあと1つ勝って1位で力上がろうと、もう次の準備をしろと、というふうに言いました。2日前の1日目のいわきの市民の方が来てる人数と今日約プラス200人多かったんですね。3日目さらに多分増えると思う。そうですね、あとまあ天候にもよりますけどね、まあ、いやもう今日また平日なんで来れない人が多かったら、いよいよ3日目って、はい、多分2000人ぐらい来るんじゃないかなって気はしてるんですが、まあ本当に、まあ、そういう人たちの目の前でね、はい、まあ、もちろん結果がついてくればすごくいいですけれども、しっかり、そういうたくさん来ていただけるスタジアムもやっぱり、まあ、そうそうサッカー人生やってる中でそういうこういう緊張感ある試合だったりとか、次勝ったらとか、あと一つとか、なかったですかね、なかなか味わえないと思いますので、はい、ましてそういうホームだったりホームみたいな雰囲気を作っていただけるとはないと思うので、まあ、選手にはそれをしっかり楽しんでもらいたいですし、まあ、逆に僕に聞かれたら羨ましいなと思いますし、ですね、はい、まあ本当にそれを楽しめるように、僕自身はしっかり今日から選手マネージメントしたいなと思いますし、まあ、たくさんの本当に人に来ていただいて、そのたくさんの人が本当に楽しかったって思えるような元気をちょっとでももらえたって思えるような、プレーをしたいなというふうには思ってます。でやっぱり、この試合を通してこの大会を通して選手の成長もやっぱすごく感じられますし、まあ、チームの成長もすごく感じられますし、まあ、本当にやっぱこういうゲームだったりとかこういう大会をやっぱここに経験するっていうのはすごく大事だなというふうに思いますし、まあ、本当に3戦目、しっかり戦って、うん、良い結果を得て、良い成績を収めることによって、まあまあ、一僕は指導者としたら今自分が見てる選手たちが、それを経験できて今後に生きるんじゃないかなと思うとすごくいい大会というか、うん、いい財産になるんじゃないかなというふうに思ってます。どうですか、こうハーフタイムからの後半という意味で。まあ、やっぱり自分たち、まあ、点取るチャンスはたくさんあったんで、まあ、後半はしっかり決めていこうという話はしてたんで、まあ、でも横江はもう少し決めたかったなという感じです。決定機あと 2-3 発あったんで。そうですね、まあ、でもこれから練習して入るというわけでもないんで、ね、まあ、もうちょっと楽に残り時間使いたかったかなと思ってた。そうですね、ちょっと硬かったですね、はい、10月のお越し出し戦とは全然違う。そうですね、自信持てるゲームだなって見てて思ってて、 そこの中盤の話がちょっと聞きたかったんですよ。向こうまたボランチにも向こうにも置かなきゃいけないけど、うん、どうですか。まあ1試合1試合通してディフェンスラインすごい自信持ってますし、まあ強いのはまあ重々承知してますけど、まあ、一応カバーっていうのは頭に入れてやってたんですけど、まあ、カバーなんかいらないぐらいの勢いでやってくれたので、まあ、僕たちは楽でしたね。ずっと前向いてプレーできた感じもありますね。鹿児島の時と比較してどうですか。まあ、やっぱりその個の強さっていうのは出してたと思います。前回あそこで、ね、競り合いで負けて2失点してるっていうのは完全に克服できてるなと思う。そうですね、そこは完全に僕たちも意識してやった中で、はい、思い通りにできたかなって。やっぱ京都のストロングポイントを消すことは今日のゲーム前のポイントでしたよね。そうですね、やっぱりあそこにどんどん出てくるっていう、っていうのは意識してやってましたね。それさえ仕掛ければ絶対あとは、そうですね、ガキの前の選手でチャンスを作れる、間違いないですね。
いやまあ本当に相手も基本蹴ってくるっていうのはスカウティングで入ってたんで、まあ、どれだけ俺とユートでセカンドを拾って相手のフィアのことを続けられるかっていうのを本当に意識しながら90分、まあ、点入ってもそこ落とさず叩こうって決めてやった。あの初日も前半 0-0 終えて、はい、後半多分ハーフタイムでもうちょっと大丈夫できてるよっていうミーティングがあって、はい、後半いい感じで多分切り替えて出れると思って、はい、今日も多分前半の 0-0 終えて、はい、同じようにバタバタしてて、はい、メンタル的に、はい、チームメイトたちロッカールームでも、はい、1日目は自主的にみんなで話し合ってたってなって聞いて、今日の前半の 0-0 終えたっていうのはどうですか。いやまあ本当に自分たちの方が確実に試合の入りも良かったし勢いもあったし、まあ初戦に比べて、まあ、全体的にみんなが結構落ち着きながら、うん、球際激しくハードにタフに戦ってたのは本当に良かったなと思いながら、まあ、本当ゼロゼロで、まあ、そんなに悪くないっていう話は選手、うん、みんな共通意識してた認識あったんで、そんな後半、まあ、絶対うちの方が走れるし落ちてくるっていうのは相手も多分みんな自分より走れないと思ってるんで、まあ、そこで決着つけようっていうのは話してました。じゃあ初日の前半より今日の前半の方がよくいい前半だったんですか。まあ、そうですね、前半、まあ、2試合目っていうのもあって結構落ち着きはありましたね。ゼロゼロでもそんなにみんな慌てずに戦えたなと。あの守備についての質問なんですけど、はい、まあ、5番難田君、はい、向こうのガーナ人のイブラヒム、まあ、はい、もしかしたら途中でエリック来るかもしれない、はい、あそこ1対1多分パーフェクトガーナ人全部止めてて、はい、あれは頼もしいですか。いや彼すごいなと思って、正直めちゃくちゃ楽、自分とかは本当にセカンド拾わなくても、まあ、ライ含め大悟、ウェズレイ後ろが全部跳ね返してくれるんで、本当にこっちはあんま基本何もしなくても、京都のこアタッカーのストロング全部消してたっていうのは、はい、そうですね、基本こうあの外人に後ろに反らされないで、自分も含めてボランチがこう後ろ向きになることがあんまりなかったんで、基本全部前にバンバンっていける感じだったんで、本当にそれは多分ディフェンスラインが基本後ろ支えてくれてたし、すごいディフェンスラインが勢いつけてくれたなっていうのは感じますね。10月の鹿児島の時にね、はい、京都戦で、はい、まさにあのガーナ人に、はい、バンバンって2発やられてるのを、はい、僕も目の前で見てたから、はい、それは今日どうかなって、うん、もう完璧に克服、まあね、どころか上回ってる、まあ、本当にチーム全体的にもう絶対リベンジしようっていう気持ちもあったし、ね、2回は負けられないっていう感じだったんで、だからもう絶対やってやるぞっていう気持ちが本当に結果に出てたかなと思います。正直1年間練習試合で全然勝てなくてうわこれどうなるんだろうっていう正直めちゃくちゃ不安はあって、でも、ね、そうです、でもまあ本当に練習きつい1年間走り切ってっていうのは本当にもうやってきたから、もう本当に出すだけっていう、自分たち本当に、まあ、正直チケツこんだけきつい連戦でも正直自分自身もこの3なんか予選3日間ですごく成長できている感じもあるし、本当にハードに戦えるようになったなっていうのはチーム全員で感じます。おととより200人多く来たんですけど、はい、多分日曜日もっと来る、はい、どうですか最後の最後の。いやもう本当にいよいよですよ。まあ確実に自分、まあ、チーム全員が全勝で、うん、優勝したいっていう気持ちではあるんで、まあ、本当にそれを達成できるように一人一人が、まあ、本当にいつも以上に出し切って本当にもうラストなんで集大成じゃないですけど、ファンの人たちの止める前でね、はいはい、本当にこの地で優勝できるっていうのは本当に幸せだと思うんで、いよいよ最高の舞台が整ったので、はい、体現できるように自分たち期待してますね、はい、頑張ります。今日のゲーム、やっぱ前半は0-0 で、まあ、結構相手のプレッシャーやっぱり結構自分のところに足を出した時にやっぱ 2,3 人ぐらいできてたん でちょっとなんか珍しい、なんかあんまり自分らしくないミスもあって、ちょっと前向けない感じでしたね、うん、そうです、ちょっとなんかあんまり自分らしくないミスあったんですけど、うん、まあ、でも後半絶対相手足止まるし、うん、だからそこはハーフタイムでもう切り替えて、で後半は本当に多分チームとしてすごい雰囲気も良くなったし、うん、セカンドもほぼ拾えて、うん、ボールもキープできて、まあ、そういうことがやっぱり最後のゴールにつながったかなと思います。いやだからあの結構中盤に固めてくるんで、うん、中盤というか真ん中 に、ね、だからまあ大外とかサイドって結構あの相手ボール見ないんであんまりそこ、まあ、だからそういうところを狙っていけばもっと
簡単に決めるんじゃないかなっていうところでしたね。あれだけバイロンさんにマークつくと当然誰かがフリーになってるっていうのもあるから、そういうことも考えながらあれですか、その赤星とか、ね、ハーフタイムに監督にお前のところにやっぱり結構来るから、うん、早めにワンタッチツータッチで使えって言われて、うんうんうん、でも後半はそれが実行できたかなと思います、うん、それが45分間通してずっとそういう戦い方がもうできるように、はい、すぐ修正できるというか、そうですね、はい、サッカー的に大人になってきてるっていうか、まあ少しは成長させてもらってます。京都と前車の時はバルさん僕は後半からですよね。後半からあれどうですか、10月の時と今日のゲームで何か差、あポジティブな差でもいいし、まだここはちょっと埋まらないとか、なんか感じたことあります？こう京都っていう相手に。やっぱ京都は結構どちらかというとやっぱスタッフたちが結構盛り上げてやる感じはあったので、でもいわきはこう自分たち選手での力でこういいモチベーションで入ってやっぱゲームに臨んで、で前は負けてるので、やっぱこう今回こそ勝つっていうその強い気持ち、うん、絶対勝つっていうやっぱり気持ちに勝るものはないなと思いました。ガーナ人のボランチの選手と今日のゲームでそんなにはバチバチになることはなかったですか？どうですかこの中盤の結構背後に結構弱いというのは分かってたので、うんうんうん、後半はどちらといったらやっぱこうそういうロングボールもいいところに蹴ってやっぱできてたかなと思います。前の3人の関係性って3トップだけど、丸くんが中央に来るときとサイド来るときと、もうそれはもう十分できてるの、本当に流動的にやってますし、もうお互いにそうですね、声を上げながら今左そのままとか言って、うんうんうん、今度右来てとか、それやっぱそういうところは本当に試合重ねるごとに良くなっていってます。どうですか今日ファンのムードというか、あ2回の時もなんかすごいそれで勇気もらったってやって、まあこの間水曜日の平日で、今日金曜日の平日なんだけど、はい、一昨日より200人多いんですけど、あそうなんですか、うん、多分日曜日もっと増えるんだけど、そうですね、倍ぐらいいくんじゃないですか。どうですかその、いやまさにホームの雰囲気って、いや本当にやりやすいですか、サポーターの後押し本当にすごい大事だし、本当にすごい力になれますね、はい、それは間違いないです、はい、いよいよ今年の大きな目標があと1試合って迫ってる今の段階で、まあきっちり緩めず3試合目も締めていくと思うんですけど、はい、今の心境はっていうか、そうですね、まあ、今勝ち点6で、まあ、2勝しましたけど、うん、まあ、全然まだ決まったわけでもないし、うん、まあ、むしろ次は、まあ、もっと言えば今年最後のゲーム、そしてホームで日曜日ということで、多分今日の倍くらい2000人近くの人が来るんじゃないかなって思ってるので、本当自分としてはまた多分90分出るつもりでいるので、本当に今から帰ってから体のケアをしっかりして、あと 100% 以上のコンディションで明後日臨みたいです。というわけで、2日目の午前中の試合が終わりました。いわきが 1-0 で勝利ということで、両チームの選手監督、聞いていただきましたということで、さあでは早速2試合目いっていいでしょうか。2試合目は、本日の特番の、最後の試合、高知ユナイテッド対福井ユナイテッド。これは状況を説明しますと、いわきがこれで勝ち点6、おこしやすが勝ち点3っていうね、で、初日1日目に両方とも勝ち点0だった、高知と福井が勝った方が勝ち点3ですから、起こしやすが勝ち点3に、いるので、勝ち点3が2チームになるかどうか、もしくは高知と福井が引き分けた場合はもういわきが2以上確定、もしくは、確か高知が勝って 3-0 だった場合は、それでもいわきは2以上確定というですね、つまり福井ユナイテッドが、引き分け以下だった場合は
この2日目の2試合目終了時点でいわき FC が2位以上確定、つまり JFL 昇格を、2日目で決めるというシチュエーションで2試合目を迎えます。それでは、本日特番最終試合4試合目高知対福井ご覧ください。ただいまの第2試合を両チームのメンバーを紹介いたします。まずは FC の紹介です。ゴールキーパー奥田拓郎背番号30、ディフェンダー4試合目のレポート動画は両チームの、ね応援の、福井や高知から駆けつけた人たちの応援風景からスタートしておりますよ。この今緑色のトラメガというんですかね、サングラスかけた女性が行豆市でおなじみの山本千代美さんでございます。さあ選手入場、はい。2日目第2試合高知ユナイテッド SC 対福井ユナイテッド FC、 寒いからグラウンドコートかけますね。そうですね、その日はもうこの時点でちょっと小雨降ってましたね、うん、まあこの試合はね両者とも負けたらもう負けた時点で、敗退、敗退ですね。まあ、うん、3位以下決定してしまうというね、さあ1試合目のインタビュー出ていただきました橋本選手、ね、福井のキャプテン、横竹コーチの横竹キャプテンと経験豊富な2人、ね、共にセンターバックでしたね。さあ前半キックオフ白のユニが福井でございます。この日はですね、私実はこの試合あんまり見てないですもんね。会場で見れてなかったので教えてください。この日はですね、あの初戦と打って変わって福井がですね蹴ってきたんですよ、うん、蹴ってきてですね、シンプルですね、はい、でまあこの仕上げの部分はこうやってつなぐんですけど、こうただコーチはそれに対してパスワーク、うん、なかなかあのいわきに対してはこう前に出ていくということができなかった部分も、この日はかなり余裕を持ってこう、うんうんうん、自分たちの良さをこう十分に出しているというか、うんうん、はい、まあ、これが彼らの本当のやりたいこと、うんうん、なんだなっていうのは、もっと細かい技術、技術ありますよって。このじゃあ福井カウンターできない、うん、ああまあこれはちょっとですね、うんうん、ただここで蹴るんですよ、安全にクリアでしょう、うんうん、ここでフリーキック、これよく見ててください。ああいいボール、ちょっと触ってキーパーがあとオンゴールかな、いえ、これはあ、選手に当たって、はい、コーチの選手のボールなんです。コーチの選手のボールなんです。そうでございますね、ディフェンダーのですね、これかな、藤崎選手のゴール、うん、背番号3番藤崎選手の先制ゴール、はい、なんとコーチユナイテッドが先制と。ただまあ流れ的には本当にいい入りできてたので、コーチは福井逆襲ですよ、はい、カウンターですね、これは、はい、左のウィング上がった、あ、いた、うん、いた、ただやっぱりこうちょっと、あ、うん、でも惜しいですね、シュートは欲しい、ただね、あ、これ PK だ、あ、PK になったシーン
かないけれども PK でございます。そうペナルティでこれハンドを犯してしまった、はいね、コーチの選手がいまして、はい、PK 長尾選手、はい、同点、はい、1試合連続ゴールかな長尾選手、いや、今大会今初ゴールですか、長尾選手じゃないかな、長尾選手、これは山田選手、山田選手です、はい、失礼しました、山田選手の同点ゴール、まあ福井ね追いつくだけじゃダメですけどね、1-1だった時おいこれポストですと、うん、あと背中に当たった、うん、うん、まあああいうとこで潰しとくっていう感じですよね、はい、で結構このコーチの象徴的だったのはこの23番のサイドバックの山下選手がいわき戦ではほとんど攻撃に絡めなかったです、うんうん、あのそれが本当に躍動して高い位置で、はい、うん、高い位置でボール持ててる、はいね、前向かせてもらえなかったので前に出てる前半 1-1 さあ前半 1-1 で終わった時点でですね、うん、この時点でこうなるみたいなのがちょっと、おーゴールすごい、入っちゃった、いいクロスにいいヘディング、うん、コーチ追加点2点目誰ですか今の、これは長尾、これは長尾選手ですね、だこの頃はあれですよね、その あ別カメラだ、おい、うわ技術高いですね、この前の試合で勝ってるいわきが2勝している、うん、それに対してこの日に優勝、昇格が決まるかどうかっていうのが、そうなんですよ、このゲームを見ながら、そうなんですよ、はい、あの福井が引き分け以下だとね、引き分けもしくは負け、福井が引き分けか負けだと、いわきの、2位以上が確定で、JFL 昇格決定という状況で、はい、つまり今、いわきの昇格がっていう会場がざわめくっていうね、はい、さあ、カウンター、いや、見事、あの隅間、長尾選手、きっちり切って、長尾選手は本当、本当、本当素晴らしいですね、四国リーグの時のね、取材した、うん、あのダイジェストでもね、うん、長尾選手はちょっとこう、いや本当うまいですよ、頭一つ抜けてるなっていう選手ですね、うん、さあ、まあ、コーチの、ね、皆さんも大喜び、うん、実はあのバックスタンドに、ね、コーチのファンの方がいる、うん、すぐ近くにあの1試合目が終わったいわきのファンの方も残ってね、みんなコーチをね、しゃもじを持ってコーチの応援をしているという雰囲気です、うんうん、これは終わりです、試合終了、はい、なんと福井敗れる2連敗、まあもうね倒れちゃってる選手、立ち上がれなかったんでしょう、はい、福井の選手、そこすぐ試合後の会見が出ますね、じゃあ聞いてください、その色が強くなって、まあ、カウンターになってしまったなっていうのはありますけど、ただ、取れなかったっていうのは、ね、事実なので、そこがやっぱ、自分たちがまだまだ足りないのかなと思います、はい、そうですね、やはり西、まあ、立ち上がりはそんなに良くなかったんですけど、途中からは、はい、自分たちの、はい、ペースでできたと思いますけど、はい、ただ、それも先に入れられたので、まあ、セットプレーや守備のところはまだまだ課題だなと思ってたので、うん、まあ、そこからやられたのは残念です、はい、いや本当に嬉しいですね、あのたくさんの方の、まあ、この福島まで応援に来てくださった方たちであったり、コーチで応援してくれている皆さんにまずは勝利を届けることができて本当に良かったです、あの序盤気持ちでなんか相手を上回っているように感じられたんですけど、実際どうだったんでしょうか、
いやもうそこだけは何ですかね、絶対に負けないぞっていう気持ちで全員が、戦ってたので、まあそこの違い、まあその技術とかそういうのは大して変わりはなかったと思いますけど、まあそこの違いがやっぱり結果に現れたのかなっていうのを感じます。1試合目0-3で来ての、そこの気持ちの入り方ができた、この辺は何が読みだったんですか？まあもう、なんですかね、僕らはやるだけというか、もう勝つしかなかったので、まあ1年間やってきたことを自信を持ってピッチの上で表現しようという思いで、はい、入りました。実際福井対策というところでどういったところを今日は、一番気をつけたんでしょうか？後ろから丁寧につないでくる時だったり、ツートップに簡単にこう入れてきたりっていう、まあ、相手だったので、まあ、つないできた時には前線の選手で取ってショートカウンターを狙ったり、まあ、ロングボールに対しては後ろでしっかり10番が特に足が速いので、まあ、そこの裏っていうのは警戒していました。そうですね、ちょっと追い込まれた、今日負けたらもう終わりっていう状況で、まあ、次につながるゴールが決めれて、よかったと思います。長尾さん、確かに今治でも地域決勝を戦った経験あるかと思うんですけども、やっぱりその四国リーグからここにこう上がっていくっていうところでも、やっぱ四国と他の地域との差っていうのって感じることありますか？まあそうですね、四国ではこんな緊迫した雰囲気というか、まあ、そういう状況が、まあ、あっても1試合、まあ、2試合、まあ、徳島さんぐらいなんですけど、まあ、やっぱそこが、関西関東と違って、その何回もその試合を積み重ねることができてないので、だから先制点取られた時にそのまま飲まれちゃったりとか、そういうメンタル的な部分とか、まあ、そういう難しい場面はあるかなと思います。どうしてください？まあ、はい、残念な結果になってしまったかなと思います。気持ちの面でどういう気持ちですか？まあ、遠くまでやっぱり駆けつけてくれたサポーターの皆さんの夢をちょっと叶えてあげられたので、申し訳ないなと思います。はい、試合そのものは振り返ってみてどんな試合でしたか？まあそうですね、まあはい、これだけミスをしてしまうと、まあ、突破は難しいっていう戦いを2戦僕たちはしてしまったので、まあしょうがないですね。はい、やはりそれまで3度ここまで来て、はい、やっぱりこの壁っていうのは厚いですかね？正直自分たち次第だったんですけど、まあプレッシャーに負けてしまう戦いになってしまったんで、まあそれを超えられないっていうのも、まあ力のなさだと痛感した、決勝リーグだったかなと思います。なんかまた次に向けてっていうところで、明日、あさっての岩城戦まだ残ってますが、そこに向けては今どんな気持ちですか？まあ、やっぱり応援してくれる方々がいる限り、僕たちは戦い続けなければいけないと思うんで、まあ最後、まあ負けてしまったんですけど、最終試合になりますので、まあ勝つ姿をみんなに見せれるように頑張りたいと思います。はい、まあ先に先制してその後、はい、同点にPKですが追いついた後、はい、まあ、そこから少しまた立て直すのかなと思ったんですけど、その後の試合運びぶりというのはどうだったんですか？まあそうっすね、どこかでやっぱり、コンディションが悪かったり、普段通りにプレスをいけなかったりっていうところで、まあ、連動はできてなかったかなっていうのは、はい、率直な意見ですね。点で追ってもちょっと
切り替えができてなかったっていうのがあって、そうですね、予選リーグのような徹底した戦いを全くできなかったっていうのが敗因ですね。はい、は率直に なんでだった。いや、もう本当にコンディションが悪すぎますね、うちの、はい、2戦は、はい、はい、そこはもう正直一人一人のメンタリティな部分だし、まあ、残念ですね。はい、この2戦はもう今まで積み上げたものを出し切れたかっていうと全然全くですね。全くもう、はい、はい、あの今回のこの2今日と一昨日力出し切れなかったって部分で、やっぱプレッシャーっていうところはやっぱ大きかったと思うんですけど、まあ、今年1年例えば浅間戦だったり国体だったり神奈川会場だったりといろんなまあ勝負どころっていうのがあったと思います。そこを経験していてもやっぱり決勝リーグのプレッシャーっていうところはまあみんな違った部分とかっていうのはあったんですか。そうですね、まあ、まあ、人生がかかった大会っていうのはよく言うんですけど、もうそれを言う資格がないぐらいですよね、僕たちの戦い方を見てると。これぐらいをやっぱり、プレッシャーに負けてるようじゃ一生上がれないと思うし、まあそうっすね、はい、ちょっとまだ整理できてないんで、はい、まあ、結果という意味では、まあ、決まってしまったところですけど、はい、まあ、最後もうあのプレッシャーという部分ではない部分での3戦目ってなります。この2試合全然出し切れてないところがあって、もう各それぞれ選手持ってると思うんですけど、はい、最後に向けてその出し切るっていうところで、いかがでしょう。そうですね、出し切りたいけどどうですかね、今の、はい、チーム状況の状態っていうか、まあでも岩城さんとは初めての対戦になるんで、まあ楽しみにしてます。率直に、そうですね、もう本当自分たちで、まあ、自滅しちゃったかなっていう、それだけですかね。まあ、1次ラウンド金沢の時は結構好調だった攻撃陣が、まあ、今回こっちに来て、はい、ほとんど復活に近い状態ってなっているという、まあ、そこについてはいかがですか。そうですね、まあ、予選ラウンドの時は、まあ、選手がそう攻める時に人数かけれてたんですけど、まあ、今日とか本当フォワードの2枚で攻めたり、まあ、いい時で3人で攻めてるかなっていう時間帯しかなかったので、本当両サイドの上がりっていうのも少なかったし、まあ、それはやっぱり押し込まれてるっていう証拠なので、まあ、でもその状態でもちゃんと強く前に出ていこうっていう話はしてたんですけど、まあ、本当最後の最後くらいにやっと相手の深いところまでサイドバックが上がっていったり、サイドハーフが上がっていってチャンスを作るっていうシーンが本当もう最後にしか出なかったっていうのが、まあ、予選とは違ったところかな。まあ、その、まあ、先制点というところでも時間帯というところもあったんですけど、まあ、福井のサッカーがその時期出し切れなかったっていう、この2日間に振り返ってそこはいかがですか。そうですね、相手が本当リスクを負わずに蹴ってくるサッカーだったので、まあ、それに対して僕たちはまあしっかりつないでいこうっていうふうには思ってたんですけど、まあ、試合が始まってみたらその相手の蹴ってくるボールに対してやっぱり反応しなきゃいけなかったので、みんな引いちゃったところから、まあ、それでちょっと前に行けなくなってしまったのかなっていう、でそれで僕たちも自分たち そのサッカーというか相手の背後をその繋いで取っていくっていうところが、こっちもロングボール1本に頼ってしまったりとかっていう風に相手に合わせてしまった結果、まあ、こういう風になってしまったかな。そういう試合展開も含め、やっぱり1次ラウンドとこの決勝ラウンドでは違うプレッシャーっていうところは、ものはそのプレッシャーの中身っていうのは違ったものになりますか。そうですね、もうここまで来てしまったらどのチームも昇格っていうのがもう目の前に見えてるので、そういう長いボール1本にしても相手最後まで追ってきますし、まあ、相手来ないだろうっていう油断のところで相手が来たりとかっていうのがたくさんあった中で、
まあ、ちょっと1次ラウンドとは全然相手のプレッシャーも勢いも迫力も違う中で、まあ、うちらの選手はそれに勝てなかったのかな。見事でした。やっぱりこう上手い選手というか、やっぱりボールを動かすところの練習というのはもうずっとやってきているので、はい、まあ、誰かをマークしてくれたらどこかが空くってい う, まあ原理もあると思うので、特に誰かでかどうっていうのはないですね。まあ、ただやっぱりその今日はそのボールがスリッピーでね、それは本当にうちの選手は、まあ、テクニックを重視している、我々にとってはすごくそれは良かったなと思います。そうするとこうなかなかこう何て言うんですかね、こういわきとやってた時はこう窮屈そうに、割とも裏もなかなか取れない、というか前を向かせてもらえないというか、こうスペースがすごく狭くて、そこでこうちょっと前で窮屈そうな感じが見て取れたんですけど、今日は割とこう前線も含めて、まあ、要するにコントロールゲームコントロールできてたっていうのは、やっぱりこういうゲームになるとやっぱコーチの良さっていうのがこう出てくるっていうことでもあるんですか。そうですね、まあ、でもこう前から来てくれた方がこう、ね、やりやすい部分もあったりもするんですけど、まあ、一概に言えなかったですけど、でもまあ、今日は一つこの天候っていうところと、まあ、やっぱりこの芝生がデコボコしている状態なので、やっぱりこうやって雨が降ることでちょっとスリッピーにボールが進むことができたっていうのは、まあ、一つやっぱりうちは良かった一つの原因だと思います。でもやっぱり一番大事なのはやっぱりその我々もやっぱり一戦一戦こう、学びを得ているので、まあ、それが生きたっていうのもあるかなと思います。どのチームもね、やっぱりこの最後のこの決戦に全国でもね、たくさんあるチームの中で最後に可能性があって戦えるっていうのはすごいありがたい、ことだなというふうには思ってます。おこしやすさんもすごくね、いい選手揃ってますし、スタッフさんもね、皆さんすごくこう、もう謙虚な素晴らしいね、スタッフもいますので、もう本当にあとはもう我々は我々らしくしっかりぶつかるだけかなとは。というわけで、見事好中になってたのが3対1ですよね。3対1ですよね、はい、まあ打っちゃったと言いましょうかね。まあ見事な勝利だったと思いますよ。見事ですよね、はい、なんかコーチラウンドの大勝した試合の勢いを感じさせる、はい、なるほど、これでですね、はい、まあ、ちょっと順位表を作るの間に合わなかったんですけど、暫定順位で言いますと、いわき FC が首位、そして高知ユナイテッドが多分2位です。得失点差で、起こしやす、起こしやすが2位、プラス2だからね、得失ですね、はい、で高知ユナイテッドがプラス1で、はい、プラス1でいいのかな、いえ、マイナス1、マイナス1ですね、うん、1試合目で3失点で、今プラス2だからトータルマイナス1、はい、勝ち点は並んでますが、起こしやすがプラ2でリードと。そうです。で、この時点で決まりました。いわき FC が2位以上決定。そして起こしやすと高知ユナイテッドが最終日、まあ明日なわけですが、はい、2試合目直接対決ですが、起こしやすは引き分けでも2位以上、引き分け以上ですね、高知ユナイテッドは勝利が必要、はい、勝てば高知が逆転です、うん、2位に行くっていうね。そうです。しかもね、この2つのチームは1次ラウンドの最終節でも当たっている。そうでしたね、高知ラウンドのね、はい、うん、その時もおこしやすが確か勝って、おこしやすが3連勝した、うん、そうですそうです、そうね、うん、再び、うん、しかも大一番中の大一番、大会の最終、選手たちはこれ意識しないわけないですよね。もちろんですよ、今土曜日の夜ね、はい、前日の夜今頃はもう何やってるんですかね、もうメンタルトレーニングとかね、ミーティングもらえてね、ぐっすりね、休んで休みようっていうね、はい、そういうとこから戦いが、前日からもうすでに体のコンディション作りから戦いが始まってます。なんかもう大一番になっちゃった、はい、
私たち今 J ビレッジのすぐ近くで喋ってるじゃないですか、はい、もう多分500メーターぐらいの距離に今コーチの選手も越谷先生も止まってらっしゃるので、そういう想像しただけでねちょっとドキドキしてくるね前日の夜ですねというのが、はい、私の感想でございます。さあ以上で、特集は終了でエンディング、はい、エンディングはですねスペシャルなメッセージがいただきましてですね、はい、いわき FC の JFL 昇格を決めたいわき FC のですね昇格記念昇格を、うん、昇格決定公式会見というのがですね、いわきパーク、まあ、いわゆるクラブハウスとかトレーニングジムのところで行われてですね、そこへ私がこの第2試合の見ずに途中でね移動しなきゃいけなくて行って、そこでいろんなあの記者会見があったんですが、はい、まあ、記者会見ちょっと長いんでこの特番では流しませんが、最後にですね日曜日に向けてある選手から、はい、いわきの市民の方やいわきのファンの方にねメッセージをいいですねもらいまして、それをエンディングにしてこの本日の週明け特番終わりたいと思います、はい、ということでまずはね一緒に進行してくれたラジオさんありがとうございました。ありがとうございました。週明けイレブンの MC 大人参謀長でございました、はい、それでは今夜この特番を見て明日の、はい、J ビレッジ、現地来ていただけるというかね来たいっていう方はぜひ、来てください。いよいよ最終日でございます。3日目の2試合の模様は月曜日の通常放送週明けイレブン第83回でお送りします、はい、それでは今夜はこれにてラストメッセージを見ていただいてエンディングです。また次回、はい、さよなら。皆さん、今日の勝利により、来季のいわき FC の JFL 昇格内定が決まりました。24日日曜日は J ビレッジで10時45分から最終戦があるので、ぜひ今年ラストの試合をみんなで、応援しに来てください。本当に J ビレッジを赤く染めたいので応援よろしくお願いします。頑張ります。